はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、明るい部屋にいないでね、暗いこの部屋にいるのが好きなんですよね、ぬこね。はい、カゴに入りたいだけなのかもしれませんけど。はい、えー、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、いわゆるね、え揺、ー、れ揺れとかね、えー、藤子ちゃんがお怒りに気をつけましょうということでございます。はい、藤子ちゃんですね。はい。 えー、お山田さんですね。お山田さんがね、えー、どかどか言っちゃうかもーっていうことで、えー、大変な、<coughs> 大変な、ああ、太陽のね、めちゃくちゃでかい黒点が観測されております。どのくらい大きいかというと、日食メガネ、 はい、持ってる方いらっしゃいますかね。えー、日食を見ることができるね、あのー、フィルムがついてるメガネですね。えー、実は地球からも確認できます。これ言っただけでどのくらいの大きさかわかると思います。日食メガネを持ってる方だったら、あのー、かけるとね、この太陽の黒点が見えるんですよ。肉眼で。 あのー、ま、あこれすっごい大きいんですけど、えー、ちなみにね、この先っぽのね、おっぽみたいになってるところがあるんですけど、この太陽黒点。このおっぽみたいなところだけで、地球の面積の約5倍でございます。はい。地球の面積の約5倍です。<laughs> 太陽の黒点でございます。なので、これ全部入れると多分地球の面積の10倍ぐらいの大きさになるかもしれませんね。おっぽみたいなところだけで約5倍です。はい。で、これがね、今、あのー、すごいね、太陽フレアを放出してるんですよ。えー、あのー、先回ね、えー、お伝えしました M5 級のフレアが、 一日ちょっとで、えー、まあ、10回ぐらいね、10回以上放出されてるっていうお話をしましたよね。えー、この太陽のこのでっかい黒点がまた地球の方に向いてきてます。はい。今日、明日かな向きます。完全に地球の方に。えー、太陽、まあ地球の面積のね、この黒点だけで10倍ぐらいあるんですよ。肉眼って見えるんですよ、地球から。 この太陽フレア、フレアね。えー、まぁ、あ、M5 級ぐらいで今のところはね、あの、放出するのが済んでるみたいなんですけど、X 級にいつなってもおかしくない、そういった太陽の黒点の活動でございます。<laughs> 感がいい人はわかりますよね。これシンクロしてるんですよ。地球の地磁気と。 なんで、地球のね、近くの動きがね、活発になるんです。この太陽フレアが地球に届くと。はい。えー、警戒心マックスですね。はい、えー。まあね、足元グラグラ。はい。足元グラグラとね、はい。あと、いわゆる小山田さんがね、小山田さんが怒り爆発です。これに注意ということです。 えー、わかりますよね。これね、あの、太陽の黒点活動、地球の10倍ぐらいの大きさあるんで、えー、地球からね、人間がね、同行ううはできませんから。地球から人間が同行ううできないんですよ、この太陽フレアは。あ地球の大きさの何倍もあります。 そういうことでございます。これが影響するんですよ。えー、このね、磁気嵐が。太陽の。なんでね、まあね、あのー、これの活動が活発なときは、多分ね、お手作りじゃありませんよ。これの活動がね、ほぼほぼないときは、お手作りの可能性ありますけど、 はい。これの活動が活発で、もう地球のね、何倍もあるような太陽フレアがね、ボン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 ね、地球に向かってきているということ。磁気嵐がね。えー、これはね、確実にお手作りじゃありません。できません。はい。まあ、はなんていうのかな。まあ。 太陽よりも大きな人間がいれば別ですけどね。はい。太陽よりも大きな人間がいれば別ですけど、ありえませんから。はい。えそういうことです。それはもう人ではありませんからね。えー、いわゆるゴッドですからね。はい。えー、ワングレイトでございますから。はい。そういうことです。なんで、 えー、まあ、未だにね、未だに書いてくる人いるんですけど、違いますからね。はい。太陽フレア、この黒点活動までは、ああ、どうしようもできません。はい。えー、なんて言っても地球の大きさの、おっぽだけで、今回のはね、5倍ですから。多分ね、全部入れると10倍ぐらいの大きさになると思いますよ、本当に。まあ、写真っていうかね、 えー、乗ってるんで、見てください。で、日食メガネ。はい。これを持ってる人は、肉眼でも確認できます。これ、相当すごいと思いますよ。威力が。はい。我々の、何かね、制御できるものではありません。そういうことでございます。 まあ、こちらのね、あのー、生地は貼り付けられるんで、貼り付けておきます。はい。太陽の黒点。やばいのが来てますよということです。まあ、やばいと言わない方がいいんでしょうけど。本当にこれは、まずいですね。美味しくありません。そういうことでございます。まあ、気をつけてください。はい。えー、まあ、今後ね、数週間、まあ、 もしかしたら2ヶ月ぐらいですね。まあ3月いっぱいぐらいまではあ、警戒してお過ごしくださいませ。もしかしたら1年間これが続くかもしれませんけどね。はい。えー、まあいろいろとね、大変なことになってきてます。まあそういうことなんでしょうね、きっと。はい。えー、これが本当のお天道様の罰ということなんでしょうけどね。 はいそういういことですそれでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました。えーまあ、出,か出かける時はね必ずペットボトルとまあお菓子とかね、えー、まあカロリーメイトでもいいんですけど一袋は持参しましょうね。身,も身を守る助けになります。 まあ、昨日もね、電車が止まったみたいなのでね、一晩電車で過ごした方もいらっしゃるみたいなんで、えー、よろしくお願いいたします。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。